新規の人にどう見てもらうかが悩みの一つだったんですけれども、うん、入会をしてから公式 LINE が一気に30名以上運用開始して1ヶ月間でここから8割のねお客様がご制約、トータル438万ローンチってすごいなってシンプルに思いました。皆さんこんにちは。こんにちは、はい、今回はですね、入学1ヶ月で月商438万円を達成した LINE× インスタ攻略術ということでですね、受講生の萌香さんと一緒に対談形式でお届けしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。お名前はね、萌香さん、もしくは萌香社長っていう形でね、今発信されていらっしゃると、はい、今の業種教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、ファン化集客に特化したファン化のライティングでしたりとか、リピート率っていったところをメインとしているファン化集客のアカデミーですね、の方を運営させていただいておりました。ファンメソッドっていうですね、ノウハウっていうのを広められていらっしゃるということで、今回ちょっとご入学いただけたきっかけっていうのを教えていただけますでしょうか。即決で直感が一番超えたっていうのが大きいかなって思うんですけれども、はい、事業を大きくしていく上でしっかりとしたマーケティングとは大事になってくるよなっていったところに、自分の持っているファン化とインスタグラムで使っていくノウハウですね、マーケティングをしっかりともっと自分の実力を上げていきたいなって思って学んだっていうところが一つ理由かなって思いますね。 SNS とかインスタ系の講座とかスクールって最近すごい多かったりするんですけど、その中でもうちを選んでいただけた決め手みたいなのってあったりされますか。生徒さんに私が伝えても再現性がしっかりあるスクールだなっていう印象がすごくあったので決めたって言ったところはあったんですけれども、こういうスクールをやっていく上で自分だけが売り上げを立てられても何の意味もないなって思っていて、なので生徒さんだったりとか自分自身も高めていけるようなスクール、生徒さんもすごく楽しそうにやっているなっていう印象があったので、ございます。次ですね、入学前と後の変化聞いていきたいんですが、入学前の状況、集客面だったりとか LINE の構築の部分だったりとか含めて教えていただけますでしょうか。入学前ですね、7桁って言ったところは達成することはできていたんですけれども、はい、ネックになってくるところが公式 LINE の運用だったりとか、今インスタグラムで伸びが激しい業界かなってすごく思っていて、新規の人にどう見てもらうかって言ったところが悩みの一つだったんですけれども、入会をしてから公式 LINE がまず一気に30名以上、後ほどお見せさせていただくんですけど、この1ヶ月間で実は萌香さんの新アカウントをね、1回作らせていただいたのがあって、はい、エンゲージメントをより新しいものにしていくために本アカと別でサブアカを作って、そちらで運用開始して1ヶ月間でだいたい30リストぐらいって感じですね。確かに1個ね大きな変化かなと思うんですけども、サブアカ開始してですね、フォロワー数でいうと今新アカの方ってどんな感じですかね。今80名前後だったんですけれども、はい、ストーリーズもそんなに投稿しているわけでもないし、過度な認知活動をしているわけでもないんですけれども、すごい伸びたなって自分の中でも驚いてます。よく長年運用していたアカウントで、例えば今5000フォロワー6000フォロワーいるけども、エンゲージメントがものすごい低い場合って、僕も初回コンサルでアカウント作り直しましょうっていう風に言ってるんですが、そこから新アカたった86フォロワーですけどリストが取れるようになってきて、売上ベース的に言うとどうですかね。今回トータルで言うと入学1ヶ月で438万ということですが、そのうち新アカからのなんか流入からのご制約っていうところも、今回の売上に関しては約8割は新しいアカウントからですね。お客様に登録してくださった理由だったりとか毎回聞いているんですけれども、はい、もう一回社長のアカウント見ましたっていう方が多かったので。なるほどですね。今回ね、新アカねお見せさせていただくんですけど、こちらが作ってまだ16投稿86フォロワーぐらいのねアカウントなんですけど、ここからまあ8割のねお客様がご制約すでにされていらっしゃるということで、何せエンゲージメントがね新アカということで高いっていうところがね重要かなと思うんですが、こちらの図をですねお見せさせていただいて、萌香さんのインスタグラムの構築とか、あと LINE の構築とかセールスで意識してるポイントもね聞いていけたらと思うんですが、まずこの新アカのデザインとか気をつけてるポイントとかあったりしますか。まずはおすすめに載った時にパッと見て印象で、あ、クリックしたいなって思ってもらえるところっていうのを皆さんね気にしているところかなって思うんですけれども、文字の量の見やすさだったりといったところは意識しているんですけれども、型にはまらずにいかに私らしさを出して、かつターゲットさんが見たくなるような投稿に意識をしております。投稿のデザインとかも初回コンサルの時にいろいろねすり合わせさせていただいたと思うんですが、萌香さん場合は真ん中が写真で右側と左側に文字入れタイトル投稿ねされているということで、この動画見てる方でもリールってどれぐらいの頻度で投稿したらいいんですかとか、フィード投稿って最初からやった方がいいんですかっていう質問もねあったりするんですけど、初期の段階はインスタグラムってリールが流行ってるといえどフィード投稿を見る属性の割合としては多かったりするので、初期の段階はフィード投稿メインでね
上げていくっていうのがいいかなというところでやられてるところですね。ストーリーズとかはあれからどうですかね、こういう内容を意識的に上げてるよっていうのがもしあれば教えていただけたらと思うんです。はい、最近新しい方が見てくださることが本当に多いので、うん、まずは私自身のことを知ってもらうというよりも、うん、宮下重視でその1枚見た先が気になるっていうようなところを意識して発信してました、うんうん、例えば5時間前に上げられたストーリーだと、なぜ自己投資が必要なのか、本当の理由をリールにて公開っていうところで通気気になるからリール見てもらうとか、ご自身の価値観だったり、あとは萌香さんって他の人とまたちょっと違った色合いをね、うまく出されているといいますか、すごい元気でフレッシュで、起業家さんの中でもちょっとふわふわしてしすぎていてもあれだと思うんですけど、萌香さんの場合ちゃんとロジックもあって、でもなおかつちゃんと憧れっていうのを両方見せられてるっていうところがね、ブランディングとしてうまくいってるポイントかなというふうには思うんですが、そのあたりも結構意識されてらっしゃいますよね。そうですね、最初の頃にまず憧れの人の真似から私は入ったんですね。そこから自分の色がどん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 出ていくようになったんですけれども、型にはまらないっていうことを私の中で意識をしていて、はい、みんながやっていることを流行りだから同じことをやっても埋もれてしまうと思うので、自分がどういうふうに見られたいのかを考えていきながら、そこにプラスアルファでロジックだったりとかブランディングと日頃意識しているところかなとは思います。これちょっと全然関係ないんですけど、今日撮影いただいている背景とかも黄色い背景にですね、目を引くと思うんですけど、実はご自宅でさせていただいているということでですね、すごいですね。細かい点ですけど、インスタのアイコンとかもできれば目に留まるようなアイコンがいいですよっていうところで、これはカメラマンの方に撮っていただいたものですかね。そうですね、私の場合はすごいねって仲間の起業家さんからも言われるんですけれども、1ヶ月に1回ブランディングフォトを撮ってます。あ、すごいですね、それは僕でさえ全然撮ってないのにすごいな。男性はあまり変わらないイメージがあるんですけど、私は髪色が変わったとか、うん、髪の長さが変わったとか、いろんな変化があると思うんですよね。だからこそ自分の今のライフスタイルとか変化とか、ファン化って成長過程を見せていくっていうのがすごく大事になってくるところだと思うので、ブランディング写真は頻繁に撮るようにしてます。確かに写真ってですね、ないよりは絶対あった方がいいですし、そうは言ってもじゃあ絶対映えをしないといけないかっていうとね、全然そんなことはないんですけども、アイコンだけはね、できればカメラマンの人に撮っていただいた方がいいかなっていうのはね、僕も思いますね。では次ですね、 LINE 構築の部分をねちょっと聞いていきたいと思うんですが、新規アカウントから LINE アットに月30名から35人ぐらい入るようになって、そこからの動線ですよね。 LINE 入っても個別相談になかなか来なかったら制約って難しかったりするんですが、構築でなんか意識したこととか、入学した後の変化って何かありますか？アンケートいただいてからプレゼントを配ってっていうところで終わっている方が多かったんですね。そこの部分をまず登録していただいてすぐにプレゼントを配るように変えたっていうところが、アクションが多く増えた理由の一つかなっていうのは思います、うん、LINE 登録したら友達追加挨拶っていうのが直後に届くと思うんですが、はい、あそこで今までアンケートを取っていたところをもうそのまま動画のリンクとかにしたっていう感じですかね、はい、そうです、うん、無駄なアクションを減らしていくっていうところが、うん、公式 LINE って送られてくると追加している方が誰かわからないっていう状態なので、メッセージをいただくことを私の中で必要事項としていたんですけど、それってお客様に何も関係ないよなっていったところを、うん、この学科で気づかさせていただいて、お客様が欲しいものをまずは提供する、でそこで気になった方から連絡を取っていたりとかして、別相談を自分から送らなくても話聞きたいですって言ってくださった方が増えてきたので、労力ももちろん減りますし、自分で選ばれてるんだなって思ったところはすごくありますね。 LINE って登録した直後が一番ホットな状態なので、そこで動画を送れるっていうのはね強いかなと思いますし、あと個別相談の誘導とかも配信で定期的にやられてると思うんですが、そこでなんか意識しているような手法とかもしあれば。はい、今までは毎回個別相談配信しかしていなかったんですよ。お客様のブロック率が増えてきたところだなと思っていて、はい、それを1ヶ月間やめてみたんですよ。頻繁に個別相談の配信をするのではなくて、まずは知りたい情報を流したり、個別相談って身構えしちゃいますよね。なんか売られるんじゃないかみたいなねありますよね。そうそうそう、個別相談の誘導ではなくて、お客様のまずは悩みを解決する会を引くみたいなとか、あとはこう日頃ノウハウを配ってみたりとか、実施できるノウハウっていったところが必要だと思うので、ただのノウハウではなくって、私の経験ベースでブログに書いたものを送ってみたりとかすると感想を結構いただけるようになって、コミュニケーションを公式 LINE でもちゃんと取っていくっていったところが本当に大事なんだなっていうのが分かりました。ここはインスタグラムと公式 LINE 一緒かなって思います。そうですよね、意外とその1対1のやり取りで、インスタだったら DM だし、 LINE 公式だったら1対1トークだし、あとはうまいなと思ったのは、見せ方として個別相談っていうよりも普通にお話し会だったりとか、ちょっと切り口をね変えてあげるだけで全然反応率って変わってくるっていうところもねありますし、まあちょっと Zoom のコンサルの時に手こ入れさせていただいた配信のローンチっていう流れとかもね、実際どうですかね、やっていただいてからの変化というか。開封率変わりました。開封率変わりましたか。あと私の生徒さんが
真似して配信を始めたらしくて、この動画見てる人はちょっと何かよくわからないと思うんですけど、まあ、3日間の配信ローンチのうち、まあ、テンプレっていうのがあるんですけど、それをやるとすごい個別相談集まりやすくなるよっていうのがあって、受講生さんもそれをもうすでに取り入れられていらっしゃるっていう、真似してくださって、そしたらご制約高単価取れましたっていう報告が上がったりして、すごいですね、萌香さんの受講生さんの成果が上がってるっていう、はい、嬉しいですよ、うん、ローンチってすごいなってシンプルに思いました。セールスの部分とかで萌香さんが意識しているポイントとか動線とかがもう最後あれば教えていただきたいと思うんですが、もともと営業やっていたって言ったところはまずあるんですけれども、お客様と仲良くなるって言ったところ、私自身意識というかもう無意識的にやっているところかなって思うんですけど、ただそこの前に入ってくるまでの動線、もちろんローンチだったりとかノウハウだったりもすごく大事だとは思っていて、ただこの学科で私も学んだことが、それ以前のテクニックよりもまず先に大事なことがあるよねっていうのを初回の講義で話があって、確かにそうだよなっていう、今までやってきたことの答え合わせがここって学科でできたなっていったところが一つあったのと、お客様が何を求めてるのかっていったところを意識的に毎日毎日考えて実践して発信をしていくっていったところで、売らずとも売れるセールスの再現性が見えてきたっていったところが、今回売上がすごく上がった結果かなっていうのは思います。ということで、濃い深い話までね、いろいろ聞けたかなと思うんですが、ぜひね、今日の動画最後に見ていただいてね、参考になった方はぜひね、動線とかも取り入れていただきたいなと思いますし、概要欄に萌香さんの LINE 公式アカウントのリンクもね、貼っておりますので、はい、こちら見ていただくとね、あ、どういう感じで配信ローンチやってるんだろうなっていうのも勉強になると思いますので、しかもプレゼントもね、今配布中ということですので、萌香さんのそのメソッドをまとめた動画というか、そういうプレゼントがもらえるっていう。そうですね、実際にワンデーのセミナーで伝えしていたものをちょっと短くしたものだったりとか、3つの動画をお配りしているので実践できるものもありますし、あとは北野社長に添削とかも動画もね教えていただいたので、ぜひ受け取っていただけたら嬉しいなと思います。ぜひね、皆さんこちらもチェックしてみてください。萌香さん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、ました今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。1つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE かけるインスタグラム超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE かけるインスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。